在東西皆の衆、月に村雲花に風、花に嵐のたとえあり、ままにならない浮世でもどんと行きましょ恐れずに、じっとこらえてひたむきに、きっと花咲く実をつける。歌は世につれ、世は歌につれ、歌う角には福来たる。さあさあ陽気に賑やかに、演歌ジャックス始まり始まり。こんにちは。さあ今週も演歌ジャックスのお時間がやってまいりました。さあ張り切っていきましょう。行きましょう。うん、気合い入ってますよ。何何二人で息合わせちゃったんですけど、テンション投げ方を6月も終わってしまいますからね。はい、ですよね。令和3年の前半が終わるわけですね。終わるわけですね。はい、しっかり過ごしてこれました。いやなんかなんとなくやね、なんとなく、いやな、気合い入れていきましょうよ。そういろいろありながらもひっくるめて人生ですからね。そうですね、はい、残っちゃうのおかしいですけど。はい、今週も楽しくお届けしてまいります。ゲストは塩野香織さんです。お楽しみに。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。AI キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。子供は国の宝物。体にいい水を飲みましょう。水道水が超名水に変わる。赤ちゃんにも優しい元祖コーラルサンド21。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。今回のジャックス娘は女一人、祇園光太。聞いてください。
座よ紅桜女優の藤川真知子です。7月の5日から11日まで大阪新歌舞伎座水森かおりさんの公演に出していただいております。感染対策バッチリですので皆様どうぞいらしてください。かわいい人よ腕の中ドキドキあの日から心ドキドキ止まらないあなたの吐息欲しいのよ僕だけのもの切ない恋心コマーシャルでもすっかりおなじみ元祖コーラルサンド21の岡村社長です。よろしくお願いします。お願いします。元祖コーラルサンドでおなじみの岡村敦史と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、待ってました。はい、この度ですね、元祖コーラルサンド21、皆様にですね、徐々に知っていただいていると思うんですけれども、はい、一応おさらいしますと、こちらが元祖コーラルサンド21といいまして、この中に、天然サンゴですね、はい、これに銀をコーティングしたものが入っておりまして、こういった水道水に入れたものですね、この中に入れまして、なんと非常にこう美味しい水に変わっていくと、うんうん、で安心安全であるという商品なんですけれども、今日はそのことだけではなくて、実はもう一つアピールポイントがありまして、はい、なんとこの水はですね、ここに書いてあるんですが手書きですいません、4月10日に入れた水道水にこのコーラルサンドを入れたものです。はい、今年の4月。はい、そうです。ほうほう。で私の会社にはですね、なんと、5年前10年前20年前の水道水にこのコーラルサンドを入れたものが保存されています。はい、これ何かというと、銀のですね、効果でありますけれども、うん、オリゴダイナミック効果というのがあります。オリゴダイナミック効果、はい、こちらの作用によって、なんと菌が繁殖しない、水が腐らないというデータが出てるわけです。ですから、ああ私の事務所にあるような水道水がこの元祖コーラルサンドを入れることによって長期保存ができる。すなわち天災災害がにもいいですよね、はい、あちらこちらで地震が起きてますから、備蓄水としてですね、ぜひご活用していただけたらということで、今日はアピールしてきたんです。長期保存可能でございます。はい、そうでございます。よろしくお願いします。そのようなこう内容というのがこちら本。はい、そうですね、うん、弊社の会長であります勝原真嗣、書籍でも出ております。昭和59年出た本です、ございますから、ここぜひまた販売しておりますのでよろしくお願いいたします。会長がいらっしゃってこそのこの61年の間、その返品クレーム一切なしというこのコーラルサンドがあるわけですね。はい、プレゼントもいただいております。はい、よろしくお願いいたします。どしどしご応募。いつも演歌ジャックスをご覧いただき誠にありがとうございます。これからも皆様に愛される番組にしてまいります。今週はナブナさんの二度と恋など聞いてください。二度と
またその気にさせる。今さら悔やんでも仕方がないけれど、心乱れて心乱れてさらまぬ暗けそいよ。そう震えどそよぬ入り島、屈指直通に戸出しおんだけどさらまぬ暗けそいよ。土地、建物、マンション、お電話ください。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。クッチャで楽しいひとときを過ごしてます。阪急池田駅徒歩2分、今日も行かなくっちゃ。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。先週、はい、農家の話題というか農業の話題が出たじゃん、収穫とかきゅうり、トマト、ナスビの話。 そこでね、思ったんですよ、はい、私ナスビ大好きなんで、はい、ナスビの美味しい食べ方みたいな。ありますよ、もうあの野菜料理は任せてください、はい、ナスビはね、うん、焼きナス、はい、それもね本当は焼けるの早かったら串に刺して焼くんですけど、はい、そうすると、はい、中の成分が出ちゃうんで、やっぱりじっくりと穴を開けないで、うん、じっくりと皮ごと焼いて、はい、で冷水で剥いて食べる焼きナス、これが一番ですね、うん、なるほど ですね。いやいや僕もね、ナスビはね思い出がありましてね、僕ナスビ大嫌いだったんですよ、ちっちゃい時から、うん、絶対食べへんかったんけど、親が内緒であのそうめんにナスビを細かく切って、おそうめんのつゆにナスビを入れるんですよ。でそれでまたナスビ嫌いになって、 生ですか。なんか知らんねんけど、ナスビが入ってね、そうめんのつゆに食べへんから、うん、でびっくりしちゃって、またダメになっちゃって、あ今は今大好きですよ。もう焼きナスはもう本当にもう今でも食べたいもん。あ食べたくなった。でもなんで食べれるようになったんですか。やっぱり焼きナスに出会ってですもう焼きナスの何に出会ったの。油炒めとか。いや普通に焼いてそのまま醤油で食べるだけ。シンプル、ね、油炒め、はい、油炒めですよ。でも素材が美味しいものってシンプルなのがまたね、いいですよね。いいですもんね、はい、お腹空いてきましたけど引き続きお楽しみください、はい、俺は愛はとこしえに、誰かいたるかい忘れないで右手の指の中に
歌仲間。はい、そうなんです。今週のテーマはおナスです。はい、美味しい食べ方。マリちゃん。はい、マリです。子供の頃はナスビは苦手だったんですよ。おばあちゃんがお味噌汁に入れたりすると最悪っていう感じで色が悪くなって、はい、今は好きになりました。今はね、麻婆ナス、はい、麻婆豆腐みたいにして中華風にすると美味しいですね。美味しいですよね、はい、好き好き。あ、言ったか、麻婆ナスが大好きです。麻婆ナス、はい、今ね、私のからこうマリちゃんを見ると、はい、向こうに島先生が見えて、はい、ナスに見えた。ナス本当だ、おナスのような色のお洋服を、ね、ナスの夜市のようなちょっと違う。シマさんはお野菜あんま食べない。野菜はね、もう大嫌いですね。大嫌いですか。ですから、ジュースのこれ1日必要なジュースあるじゃないですか、はいはいはい、野菜あればっかり飲んで。あ、それはいけるんですね。ナスビはでもいけますね。ナスビの島と言われてる、はい、好きな食べ方ははやっぱり田楽。あ、ね、あ、田楽いいですね。こうお酒とか、あ、お酒お味噌のあれですよ ね、はい、美味しいですね。いやでもね、さっきもね、カメラ回ってない時お話いろいろしたんですけど、なんかナスビだけで1ヶ月トーク持ちそうねえ。あ、そうか、そうですね、土生姜でね、フライパンでこう焼いてこんがりすると土生姜食べてほしい。いいですね、はい、またなんかテレビをご覧の皆さんも美味しい食べ方あったら教えてください。それではマリさんの歌2曲続けてお聴きください。はい、帰って風が吹いた、激しい夏の嵐のように、余計なものなど吹き飛ばされて、最後に残ったの真実だけが、ティアモティアモティアモ、千年先までも、ティアモティアモティアモ、生まれ変わっても魂が長く、ティアモティアモティアモ、愛し合いたいの、見つめ合い感じ合い、抱きしめ合って
を愛してもっと激しく消えれば無情情で消えろ、敬愛キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。子供は国の宝物。体にいい水を飲みましょう。水道水が超名水に変わる。赤ちゃんにも優しい元祖コーラルサンド21。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。ゲストコーナーです。今週のお客様も塩野香里さんです。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、香里ちゃん、木の国戦、いい歌ですよ、はい、ありがとうございます。嬉しい。私この歌も大好きですけど、はい、カップリング幸せの隣もすごい良くて、ピンク、イメージピンクでしょ。あ、そうですね。なんか桜の中で実は、はい、あのミュージックビデオも撮らせていただいて、見ました、ありがとうございます。そう、カップリングは家族愛を、はい、のテーマに描いていただいているんですが、私自身が初めて家族の歌を歌わせていただいて、作詞の先生が実は私の両親に会ってくださっていて、以前にで、そのイメージがあってこの曲を書いてくださったということで、だから私すごいこの歌と自分自身が重なるんだって、出来上がってからお聞きしたので、私も香里ちゃんのパパもママもお会いしたことあって大好きなんですけど、ありがとうございます。本当に素敵なファミリーですよね。僕もお会いしたことあるんですよ、自慢ですけど、うん、いや私だけお会いしたことないんです。ぜひ、はい、もうパパさんママさんがいらっしゃって、香里ちゃんがね、あとはよくわかるんですが、もうすごい仲がいいですね、家族は。近しいファンの方とか、特に関西の方なんか、かおりちゃん小さい時から知ってるから、うん、パパのママも顔も浮かびながら聞くんですよね。そうかもしれない。はい、本当両曲とも素晴らしいんですけど、うん、はい、ありがとうございます。今回はそのね、紀ノ国線の歌唱ポイントも聞いておこうかなと思うんです。はい、紀ノ国線はすごいダイナミックで、歌っててもすごいなんか声が気持ちよく出るような歌なんですけれども、うん、一番耳に残るのがサビの部分の、うん、あなたあなたというところだと思うんですね。で、先生もここはポイントだから、音程、うん、ピッチ音程とかもちょっとここは外さないように頑張ってくれっていう感じで、今のもすごい、いやいや、ありがとうございます。真横で聞けるっていいでしょ、トミちゃん。いや、もう嬉しい。かわいい。あ、そっか、感情が先走りそうなところでもあるけど、うんね、うん、音程をここはしっかりと、うん、気持ちもやはりあなたに会いたいっていう思いがここにグワッてやっぱり歌ってても入っちゃうんですけれども、うん、だからこそちょっと音程がふらついちゃったりっていうのがあると思うので、うん、ぜひここは、はい、皆さん意識していただけたらいいのかなと思います。私も頑張ります。本当にこう歌いごたえがあると言いましょうか、うん、はい、絶対、ね、チャレンジする人、特に、ね、すごい上手な人絶対チャレンジするだろうな、そうよね、私はそう睨んでるんですよ。本当ですか、うん、ぜひ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 、この辺はチャレンジできないですか。いや、私もどちらかというと、この歌ってドラ声なのでね、だけど頑張りたい、私も挑戦したい、はい、これからも我々は、はい、必死のパッチで応援します、はい、よろしくお願いします。頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今週のエンディングも塩野香里さんの紀ノ国線をじっくりお聞きいただきながらお別れしたいと思います。
までの道は険しくて恋の行く手を阻むよう、それでもあなた恋しくてひたすら駆ける紀の国を、塩野香織さん、紀の国線。熊の鼓動で捨てました、つまらぬ石です、煩悩ですね。聞き分けのない女です、それでも愛してくれますか。ご覧の各社の提供でお送りしました。